前の2回で言ったことをもう少し補強して説明したいと思うんですけれどもまずメインテーマのモチーフというものが2つあるとでそのうちのモチーフの安らぎにつきましては安定した3拍子だということがこれはまあ誰でも分かることですよねおそらくね星勝さんとすれば安らぎのモチーフは3拍子ということでやってたんだと思うんですよ。夢夢。夢ののの世世世界界、界、ですね、安らぎの世界夢夢の世界引いては、 ラムの夢であり、さらに言えばそれは無邪気の夢であるとそれがまあ安らぎというモチーフで表されているそれはすなわち3拍子で表されているというふうな解釈を私はしているんですね。で一方もう一つのメインテーマのモチーフとして発表されている不安の方ですけどもこちらは7拍子であると言いました。で7拍子には2通りあって4拍子足す3拍子の7拍子と 三拍子たす四拍子の七拍子とあると、まあ、大きく言えば七拍子全体もあるけど。少なくとも、この音楽で使われていることに関して言うと、七拍子は二通りで。三拍子たす四拍子、四拍子たす三拍子の、その二通りがあるということですね。で、この安らぎの方で、三拍子を。そのモチーフのね、安らぎのモチーフとして使っているわけですから。この七拍子の中に、三拍子入っているのでね。 で、引き算すると残りの4拍子というのが安らぎではないものということになるわけですつまり夢の世界ではないもの現実ってですねだから私は7拍子を「夢うつつ」というのは「現在の現と書いて「うつつ」と読むわけですけどねだから夢ではない現実のことを「うつつ」というわけですけどだからその7拍子というのは「うつつ」と「夢」 4拍子と3拍子が交互に来るのでいわゆる夢うつつの状態だこれは夢なのか現実なのかっていう状態それ,それって、ね、夢なのか現実なのかって分かんないつまり不安な状態ですよね。というところで7拍子を不安,不安のモチーフとして用いてるのかなというふうに私は解釈をしてるということなんですよね。それを踏まえまえしてね。 あのの破局の場面ラムの夢の世界ひいては無邪気の夢の世界がね崩れ落ちるあの破局の場面で使われてる BGM メインテーマが使われてますがあれをね吟味するとびっくりするぐらい計算されてるんですよ。メメイインンテテテーーーーママビューティフルドリームはメインテーマという一つの完成されたものすごい完成度の高い楽曲をが一部分流れてるんですよ。 全部丸ごと流れてるわけじゃないんですよその一部分が流れてるんだけどその使い方部分部分の使い方まで計算されてるんですよ多分ね私の解釈では。どういうことか具体的に見ていきます。まずバ目覚めますその時にメインテーマが一部分始まるんですけどねそれが「タンタンタタ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 タ」ってやつなんですよ。 でその後でってこういくんですよね。それで次の「テらららータにいくんですけどその最初の部分「タたたたたたたたは「1 2 3四1 2 3の4拍子足す3拍子なんです。 たたんたんたたたたたの方は、一二三、一二三四、一二三、一二三四なんですよ。四拍子たす三拍子の後に、三拍子たす四拍子を二回繰り返してるんです。両方足すと、三回ですよね。だから、これも七拍子を三回使っているので。これも無理やりやれば、三拍子で、表紙が取れるんですよ。無理やりやれば。

というところから考えるとですよ。私はこれは当たるのその主張だと思ってるんですよね。最初ターンターンタタ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 タね。一二三四一二三と七拍子四す三の七拍子で始まるんですが、次に一二三一二三四一二三一二三四と四す三と追になる形で三す四で。 まあ反復されてるっていうかなだから最初の 4+3 が無邪気を象徴していて次の 3+4 がアタルを象徴してるんだというふうに私は解釈してるんですよ。無邪気とアタルがやり合ってる状態だと思うんですよねここの部分は。だからこの場面でここが使われてるんだというふうに私は思ってます。まあ、実際にに言い合っっててるるようなな音楽になってるでしょ トゥトゥ,ンント,ゥト,トゥ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 トって来てるのに対してトゥ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 トってその表紙が 4+3 から 3+4 になってるっていうその表紙が逆になってる以外にもこう音感から考えてもこう言い合ってるような感じじゃないですかだからおそらくねここは無邪気とそれからアタルトがやり合ってることを音楽で表してるのかなと私は考えておりますそして次のところ バクが大空をね、悠ゆ々うゆうと待ってすべてを飲み込んでいく場面で流れる「タラララららララタララタラ,ラ,タ,ラ,ラタタタタ」ってやつあれねもうぼーっと聴いてるとここ何でもない BGM なんですよ。それからあのサントラ版をね聴いて聴き込んでる人間からしてもああメインテーマが疲れてるなぐらいしか分かんないですよね。聞き込まないと。本当にその、 モチーフっていうものを深く考えないとまあ気が付かないんですけどこれここの部分ねものすごく細かく計算されてるんです実はねまず「たラ,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 ラタタタってここねどうなってるかっていうと123123412312ってなってるんですよ。<laughs> 表紙がめちゃくちゃゃくなんですよ 1, だから ただの7拍子でもなければ、ただの3拍子でもない。3拍子と7拍子を繰り返してんですよ。だから具体的に言うと、3拍子、4拍子、3拍子で最後タタタってなってるんだけど、これは3拍子たす7拍子とも取れるし、7拍子たす3拍子とも取れる。つまり、夢と現実とかごっちゃになってる状態なんですよ。だってこの場面、考えてください。どういう場面です。夢が壊されている場面ですよ。 まさにに現実に戻りつつある世界なんですよ夢と現実がごっちゃになった世界なんですよ、ここ。そういうところの音楽で 3+7 を合わせた 3+4+3 というね、形になってるわけ。で、最後、タタタってなってる。ここは多分、あの、3連符だと思うんですけど、この3連符っていうのもくせ者で、前回私が言ったね、その、三3拍子。 で、できてる。安らぎの音楽をあの亀の亀を目撃する場面では？ものすごく重厚に演奏しててそのなんだろう。時間というかな。テンポつうか、その感覚がおかしい。おかしくなるっていう風にちょっと言いましたよね。それを音楽的な。その専門的な言葉でうまく説明できないですよ。私はね。音楽的素養がないから。 そこをうまく専門的には説明できないんですけども、最初の部分とその重厚な部分とのテンポ感がちょっと狂って、私のような音楽的素養がない人間だと三拍子でテンポ取りづらくなるんですよねあそこ。急にそのゆったりした感じになるからテンポ感が狂うんですよ。もちろん最初の三拍子で取れるようにはなってるんですよ。なってるんだけども、その重厚感っていうものが出て非常に ゆったたりした感じのの音になるので私のような人間化するとテンポを取りづらくなる。で3拍子を大きくやった方が取りやすいっていうねそれは時間の歪みっていうかな時間がめちゃくちゃになってることを表してるんじゃないかなみたい,みみみたいなことを私第2回で言いました前回言いましたけどここもね「たたた」のところは2拍ではあるんだけどもね2泊多分2拍3連符だと思うんですけどこれは3連符は そこだけ切り取るとですよ本当は音楽的には専門的にはいけないことなんだろうけど3連符をそこだけ切り取ると早い3拍子とも取れるでしょタタタっていうのねテンポを速くした3拍子とも取れるわけですよ。それってその前回説明した私の感覚と同じでねやっぱり時間の伸縮っていうかな時間もめちゃくちゃになってるってことをね空間だけじゃなく時間もめちゃくちゃになってるってことも包含してんのかなと。 まあこれは私のこじつけかもしれないけどそういうふうにも感じるわけね。だってそういうふうな意図がなければここで「タタタ」っていうね3連符をわざわざ挟むねここまで他のところは計算し尽くしているのにそこだけ別に何の計算もなしに2 0 3連符だけくっつけましたって多分そんな感じじゃないと思うんだよね。まあ私のあくまでも解釈ではね。そして驚くべきは このね3たす4たす3たまあこの最後の2っていうのは解釈によっては3連符とも取れるけどとりあえずまあ 2, 2と取りますよたたたって2泊と取りますそうするとね3たす4たす3たす2っていうのは12拍になるわけですよね12拍っていうのは3と4の公倍数ですからねしたがって3拍子でも無理やり取れば取れるわけですよ 加えて4拍子でも無理やり取れば取れるようになってるわけ。12拍になってるからね。合計12拍になってるんで、3拍子でも取れるし、4拍子でも無理やり取れば取れるというふうになってるわけ。その正体は安らぎ3拍子プラス不安7拍子を組み合わせているのにもかかわらずですね、ぼーっと聞いてると3拍子でも取れるし、4拍子でも取れるように計算して12拍になってるわけ、合計でね。 ででもあるしですよ、最後の2拍っていうのは今言ったようにえ早くなった3拍子のい、ね、1拍というふうにも考えられなくもないでもそうなっちゃったらそうしたらばこの合計で12拍という計算がおかしくなるだろうみたいになるんだけど実はねこの全体を6回繰り返してるんですよ。で 3+4+3+2、ね「たー1231234123123」。 を6回繰り返してるんです6回って6も3の倍数なので最後の 2, 2泊がね2泊であろうが1泊であろうが6回繰り返せば3の倍数になるんですよ間違いなく。なんでその解釈がね最後の2泊の解釈が1泊を早めたと解釈しようが2泊と解釈しようが6回繰り返してるんでだ途中もね3拍子であろうが4拍子であろうが 6回繰り返してるから3拍子で結局は収まるんですよ無理やり3拍子で、えー、取って取れるんですよねそういうふうになってるんですよだからもう力技でなんとか安らぎの世界にできますよっていう形になってるんですよこれしたがってねここの解釈としてはね私の解釈としてはですよまあ三4 3 2 3+4+3 の部分で夢とうつつともうごっちゃになってどっちがどっちか分かんなくなってる、ね、夢の世界が壊され始めて夢と現実がごっちゃになってる映像でもそうなってるというのを表してるのが最初の 3+4+3 の部分だというに思うわけですよ。いうふうに思うわけですよ。夢とうつつとそれから安らぎと不安とかごっちゃになってるのが 3+4+3 だと。 で最後にチャチャチャと2拍つけることによって3拍子にも取れるようになるし4拍子にも取れるようになるつまり夢とも現実とも取れるという形になっているしそれから最後の2拍をどう解釈しようとねえ時間がめちゃくちゃになっていると解釈しようとどうしようと6回繰り返せば結局もう夢があろうがうつつがあろうがその最終的には安らぎである3拍子で。 収めるることとができるんだという非常にね力技でね安らぎにもできるんだという形になってるわけですよ。で実際ここの場面って無邪気が夢を壊されてるわけだけれどもあんさんだけは絶対逃がさへんでって言ってなんとか当たるを無理やりこう夢の世界にねじ込めようとしてる場面でしょ。そこまで本当にね計算ししててやってるとしたら すごすぎるなと思うんですけども、まあ、今私がね並べた解釈がね1から10まで全部星勝さん系その通りに、えー、意図してやったかどうかは分からないというか、まあ、その可能性は結構低いなとは私自身も思いますけれどもただ1から10まで全てではないですけど結構な部分おそらく7割ぐらいもしかすると8割ぐらい言い当ててるという感触は私は個人的に持ってるのね。 多分この夢と現実とかもうごっちゃになり始めてる場面なのでねもう夢、現実にもう冷めつつある場面なのでそこでね 3+4+3 を使ってるっていうのはねまあほぼ間違いないだろうなと思っております。